ただいまから北京パラリンピック競技大会の入賞者及び自己記録更新者の皆様に対する記念品贈呈式を行います。麻生内閣総理大臣から金メダリスト及び各競技の代表者に記念品をお渡ししますので、お名前をお呼びした選手の方は前にお進みください。はじめに陸上伊藤智也選手、自転車石井正史選手、水泳鈴木孝之選手、車椅子テニス国枝慎吾選手、アーチェリー神谷千恵子選手、ボッチャ内田圭三選手、柔道藤本聡選手、パワーリフティング宝堂秀樹選手、射撃田口亜希選手、卓球別所君恵選手、ゴールボール直井由紀選手、車椅子バスケットボール男子鈴木明正選手、はい、車椅子バスケットボール女子別当由佳選手、車椅子ラグビー荻野浩一選手、以上、記念品写真立ての授与でございました。
なお本日これから撮影する記念写真が入れられるよう作られておりますので、後日入賞者および自己記録更新者の皆様のお手元にお届けする写真を入れてお飾りいただければと思います。次に麻生内閣総理大臣から挨拶がございます。それでは選手の皆さん、今日は官邸まで足を運んでいただきましてありがとうございました。北京パラリンピックでのご活躍おめでとうございました。そして我々国民にいろんな意味で勇気も与えてもらったし、感動も与えてもらって心から感謝をしています。また皆さん方を支えてこられたコーチ、監督、そしてご家族の皆さんもここに集っておられるんだと思いますけれども、皆さん方のご努力に心からお祝い、感謝、御礼を申し上げたいと存じます。今から昭和51年だから32、3年前、私もオリンピックに選手として行ったことがあります。あの時のやっぱり高揚感とか、やっぱり国を背負ってなんとなくこう頑張らないかんとか、いろんなものを、あの時の気持ちっていうのは今ではまだちょっと残ってるところでもあるんですけれども、いずれにしても皆さん方の連日の活躍っていうのは新聞でまたテレビでいろいろ出てくるんですけれども、やっぱりいろんな人に勇気を与えたっていう点は、多分皆さん方が思ってる以上に多分国民に、おお俺も頑張らないかなという気にさせる、僕はすごく大きかったと私自身はそういうふうに思っています。ぜひこういった皆さん方の活躍が大いに与えた影響っていうのは、実は皆さん方が思っている大きいんですよということだけは、ぜひ皆さん方にお伝えしたいなと思っておりました。いずれにしても今回のこういった経験というものを通して、皆さん自身が多分その場でいろいろ新しい仲間、いわゆる日本の人以外の人と同じ競技で戦うと、やっぱりなんとなくこう共通点を感じますでしょうが、私もその時の友達っていうのは今でも付き合っているのが外国人にも何人かいますけれども、その時一緒にやったあの時っていう感動を一緒に共有できるっていう人は、そこの場で戦った人しか分かりませんから、そういった意味ではすごく大事なんであって、それは今後とも大事に持ち続けていただきたいと思いますし、一つのそれを目標としてぜひこれからも活躍する人もいるだろうし、また後輩を教える人もいるだろうし、いろんなこれから分野でそれぞれやっていくんだと思いますが、我々としても日本の政府としても、こういった人たちが世界で戦えるトップアスリートというものとして戦えるように、我々もいろんな形で支援をしていかねばならぬものだと思っております。ぜひ今後ともの一層の活躍なり、またそういったものをやり続けるという意欲なりというものを持ち続けていただけることを心から期待をして、ご挨拶に変えたいと思います。おめでとうございました。次に日本、代表選手団を代表しまして、大久保晴美選手団長から挨拶をいただきます。国会審議中のお忙しい中、総理官邸にお招きいただき、また記念品をいただき、誠にありがとうございました。北京パラリンピックは、障害を感じさせない環境、きめ細かな運営、そしてたくさんの観客の中で競技できました。選手にとっては最高の条件が整った、まさしく世界の頂点を極める大会でした。このような素晴らしい大会を運営してくださった大会関係者および日本選手団をサポートしてくださった皆様に心より感謝しております。この大会で私たち日本選手団は5個の金メダル、14個の銀メダル、8個の銅メダルを獲得しました。さらに多くの国民の皆様の応援をいただき、選手みんな持てる力を精一杯出し切ることができたと思います。日本の多くの人々の心に
感動や元気をお伝えできたことと思います。そして障害者にとってスポーツがどれだけ大切であるかを知っていただける良い機会だったと思います。私たちはこれからも競技者としての自覚と誇りを持ってトレーニングに励むことを誓うとともに、次の目標に向け努力する所存です。今後とも変わらぬご支援のほどをお願い申し上げて、お礼の言葉とさせていただきます。本日はありがとうございました。以上をもちまして記念品贈呈式を終わります。